みなさんこんにちは、リオナリとハラミンです。今日もですね、村井さんにドッキリ仕掛けていきましょう。ありがとうございます。どういうことでもねえだろ。今日仕掛けるドッキリなんですけども、今ものすごい MMORPG のゲームが事前登録受付中で、イカロス M っていうんですけど、まあ、普通の MMO って地上とかで戦うじゃないですか。でもこのイカロス M はなんと空で戦えるっていう。え、ついに MMO は空で戦う時代だということで、めちゃくちゃ面白そうなゲームなんですよ。概要欄にからぜひ事前登録してください。お願いします。で、このイカロス M っていうねタイトルを見て、僕はビキャーンときました。これはドッキリだ。村さんイカ好きですよ。最近村井さんがイカ食ってるの見てねえなと。最近も何もあんま見ないですけどね。イカロスしてるわけです。イカロスしてますね。イカロス M、 イカロス村井。イカをロスしてる村井さんにプレゼント、はい、村井さんのカバンの中に生のイカ入れちゃいますよ。やめてくれ。生です。生はやめてくれよ。これびっくりするんじゃないですか。いや、もうするに決まってるだろ。イカが出てくるんだぞ。ちょっといつものシミュレーションしてみましょうか。はい。いやー、イカロスムめっちゃおもろいっすねー。リョウダリ最高だな、このゲームは。そうだと思うんだな。そう、最高だな、リョウダリ。これはどうした、リョウダリ。やばい、楽しすぎてバッテリー切れそうです。バッテリー切れそうなの。やべ、どうしよう。私偶然今モバイルバッテリー持ってる。え、マジっすか。貸してあげるよ。このカバンの中に入ってるんだ。私のカバンの中にイカが入ってるよ。これはさすがの私も。嬉しい。これをリオナリー、ありがとう。みんなも概要欄のリンクからイカロス M 事前登録してください。完璧。完璧ですね。最高ですね。こんな時仕掛けていきましょう。さあ、行くぞ。こちらリオナリとマックスプレイです。今回はですね、はい、MMORPG イカロス M をやっていきたいと思います。こちらですね、はい、まだリリース前で今事前登録受付中なんですよ。ありがとうございます、はい、ぜひ概要欄にリンクから事前登録してください。よろしくお願いします、はい、5種類あるんですね。グラディエーター、レンジャー、アサシン、ウィザード、アーティスト。迷いますね。まあ空でってことであれば、私ウィザードで言っていいですか。見た目のチェンジが死ぬほど細かい。お団子、お団子。やっぱね、MMO と言ったら、はい、このキャラメイクが楽しいですから。ね。私これでいきます。お、じゃじゃーん。お、かわいい、美人。じゃあ名前はマックスぐらいで。ムービーの。オープニングムービー。世界観と、この壮大なストーリーですよ。はい。かなり作り込まれてる。おーおー、飛んでる。飛んでる。何、すげえ。ポストボタンを倒すよ。より早く。あ、タップか。おお、すげえ加速した。あ、お、もうバトル始まった。ほら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 ナイス。リュウ、オギザードだった。おー、すごいすごいすごい。おー、かっこいい。すげえすげえ。グラフィック綺麗だな。とんでもなく綺麗だね。すごい、ウィザードすごい。結構距離あってもバンバン攻撃できる。いろんなことがシームレスね。あー、そうですね。そのバトルと実際にレベルが上がるみたいなこととか、ミッションクリアとか、その流れがもうめちゃめちゃスムーズ。かなりサクサク進んでいきますね、うん。今ミッションクリアして次の大陸に向かうってまた飛びましたよ。すげえ。っていうか大陸が空中浮遊都市みたいな感じでね、一個一個が。そうですね。空間を追いかけるの。気持ちいいな。それ見てるだけで気持ちいい。すごいよね。これもちろんね、MMORPG なので、はい、リリースされたオンラインだから、うん、そう、友達とかみんなで楽しめるんですよ。このフィールドの中に大量の人が。そうそうそう。すごっ。やばいやばいやばい。大ボス、大ボス。すげえすげえ。彼ら戦うの？やば。すげえ。すごいこれ。仲間のスケール。あ、やばいやばい。来てる来てる来てる。皆さん逃げて逃げて逃げて。仲間のスケールがでかい。わあ。攻撃範囲とかもちゃんと見えるね。見えますね。上で。危ない。会いたい。スナイスナイス。危ない。ああ、まだ大丈夫。危ない危ない。なんだこれ。おお、強い強い強い。あ、何ここ、何どうした、何ここな、うお、あはははは、レーサーみたいな見えました。わー、強い。うんが、うんが、あ、え、最、これがフェローですよ。出た、フェロー。え、すごい可愛いじゃん、フェロー。
いろんなね、フェローがいるらしくて、これは最初にもらえるケイオスですね。ケイオスさんっていうフェロー、うん、瞳孔装着。こんなことしている時間はない。おー、かわいい。すごい、画面、あ、画面から出てきた。ケイオスで今フェロー出てきたじゃないですか、はい、フェローはもうたくさん種類がいて、うん、そのフェローに乗ることもできるんですね。マジで？地上で乗ることもできるし、空で乗ることもできる。ここを訪れるのがいるとは。ケイオス、ケイオス一緒に戦ってくれるんだ。あー、戦った。ケイオス早く奴ら退治しようって。ケイオスにも主張がある。でっかっ。倒したら、すげえでかいことだと思う。いけ。わー、危ない危ない危ない。赤い灰が、バーン。あ、やばい。なんちょっとバッテリーが弱そうっすね。バッテリーが弱そう。あ、バッテリーやばそう。あ、やばい、残り 10% だ。やばい。村井さん、モバイルバッテリー持ってます。いいですよ。ちょっと持ってきてもらっていいですか。モバイルバッテリー、はい、どうか。よいしょ。わかった、イカだろ。イカだ。村井さん、ドッキリですよ。村井さんの大好きなイカですよ。あ、イカ大好き。最近イカ食べてるかなって思って。あんま食べてないでしょ。そうだね。そのイカをね、ちょっとロスしてるんじゃないかって思って。村井さんの中でイカロス、イカをロスしているマックス村井、要するにイカロスエブ。うまいちょっとこれは会社の冷蔵庫と冷やします。あ、そうしましょう、そうしましょう。自分のカバンの中に生物入ってたらビビるやろ。海産物やぞ。村井さん、はい、バッテリーがやばいな事実なんで、やばいやばいやばい、モバイルバッテリー出してるものを書いていきましょう。イカロスエブの続きを早くやりたいんだ。ちょっと続きをね、やりたい。ちょっと私、まだちょっとあの生々しさが、まだ、まだちょっと。これね、フェローを増やせるらしいんですよ。ほう。あの、このイカロスでもすごいのが、結構道にモンスターとかいるじゃないですか。いるいるいる。それをフェローにできるらしいんですよ。えっ？モンスターを？フェロー系。めっちゃすごいやん。そう、そこまでちょっとやってみましょう。300種類以上らしいです、そのフェローに。めっちゃ多い。ちょっと巨人、超巨人。パスタイム、パスいけ。今やりきるしかない。今乗っていかない。あ、いけるいける。いいそう、いけそう、いけそう。いい感じでやってる、やってる。いけそう、いけそう、いけそう。いけるいけるいける。いけ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 。あーあーあー、やばいやばいやばい。よっしゃー、やばい、やった。どっちの勢力になるかって。あ、勢力選べるんだ。どちらの勢力を選ぶか。シリウスですね。シリウスにしましょう。おすすめって書いてある。シリウスいきましょう。これがフェローだ。え、シリウスに入ってこいつとフェローになれるぞっつって。あ、しかもなんかミニゲームみたいな。あ、こうやって、なるほど、うまいこと真ん中に合わせて、なるほどなるほど、ゲージを合わせて。あ、画面下のね。あ、やった。え、すごい、フェロー獲得。おっ、ドラゴン、やった。え、かわいい。ドラゴンとワンちゃんを従えて。これ、フェロー手に入れたんですけど、この2番目に今、スロット入れてるじゃないですか。ほうほう。この2番目に入れたやつが、地上で乗れるやつらしくて。マジで？このボタンを押すと、ほら、うわ、すげえ、乗れたー。すげえすげえ、乗れた、ほら。え、すごい、乗れた、それ、かわいい。でかー、お前。そのでかくなる。めっちゃでかくなった。でかくなるよ、お前。うわ、すげえ、すげえ、すげえ、ほら。え、早い。オオカミの巣。あ、このオオカミを。まさか、やった、セットできた。え、すごっ、すげえ、すげえ、やったやったー。いた、オオカミを。ほらほらほら、いるもん、いるもん、ちっちゃほらほら、あれ、かわいい、かわいい、かわいい。こんな感じで、もうさまざまなね、フェローを仲間にして、はい、空をね、自由に行き来して、しかも僕ら今回できなかったですけど、うん、空で戦うレイドバトルっていうのがあるんで、
それはすごいね。リリースしたらソロでの戦いが楽しめるということで、ぜひね皆さん事前登録して、はい、リリースを待ちましょう。お待ちくださいませ。はい、事前登録は概要欄のリンクから、リンクからぜひやってください。ください、リリース待ちましょう。はい、はい、というわけで最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。この動画良かったらぜひ高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。お願いします。次の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。